みんな大好きマインクラフトパート。なんだっけ、あ、そうそう、じゃ待って待って、え、待ってよ、え、な、何やってんの、え、え、待って、え、待って、待って、待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、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 いや、あのさ、この前さ、確かさ、村人の英雄みたいなのゲットし、待って、称号が消えてる。え、どこ行った称号、称号どこ行った、え、待って、最悪なんだけど、この前あんな頑張ってさ、こいつらを守ったんだよ。は？守ったのにもかかわらず、全部なくなってんだけど、おま、お前ら、お前ら俺は何のために守ったの、この前。は？え？最悪なんだけど、え、称号が消えて、もう最悪、待って、絶対あったんだって、あの、ちょっと分かんない、いきなり分かんない人もいると思うけどね、前、村人の英雄っていう称号をゲットしたのよ、あの襲撃ってやつをね、クリアして。何よ、お前、お前らを守る、やばいやばい、やめろ、やめろ、やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、あのね、村人をやっていけないのよ。わかった？こいつを殺してほしい。はい。行って行って行って。ゴーゴーゴー、みんなゴー。みんなゴー。そう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 。リンチって、もう、これ、こういうことや。やばい、来てよ。オッケーオッケーオッケー、危ない。ナイスナイスナイス、オッケー。なんかちっこいの二人埋まってんだけど、これ。なんか壁の中で湧いてんだけど、こいつ。なんでいつもここで湧くの？何やってんの、こいつ。かわいそう。いった、もうなんで、もうなんでこういうことになるの？もうさ、あ、でもね、違うね。違う。今死んだのは、ライフを回復させたかったの。ゴーゴーゴー。行ってこい。行ってこい、行ってこい、行ってこい。オッケー、そう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 。おぉ。子供たちまだいいんだけど、ここに。邪魔だ、お前。どけ、どけ、お前ら。子供たち、怖がってるぞ、お前。出ていいぞ。できていいぞ、お前ら。助けてあげよう。やっぱね、村のね、王として。俺は村の王として、こういうの助けるから、下は出ていいよ。あ？え、なんでこいつって、こいつちっちゃくない、思ったより。なんで出れないの、水があるって。どっか行け、お前、みんな、子供たちがビビるから。やばいやばい、もうダメだ、もうダメだ、助けて、頼む、違う。あ？違う。ねえ、もう最悪なんだけど。あ、でもこれ勝てるわ。これ勝てるわ。こいつは見てんだけど、俺が死ぬ。お前なんやねん。お前なんやねん。もうなんで、もうさ、嫌なんだけど。もうやだ。もうダメだ。もうこの村ほんと、なんで俺こんな村人をさ、大事に育ててんのにさ、こんな、報いを受けないとダメなの？よし、行ってこい、シェンロン2号3号、ゴー！オッケーオッケー、ナイス。もう逃げ、取って逃げよう、ゴーゴー、もう、ここ臭いし、ここ臭いし、ヒキニートの集まりだし、もう全然ダメだわ、ここ。お前ねえねえ、お前、なんだこいつ？こんな、何こいつ、ぼったくり、お前どこよ、ちょっと。元気してるから元気に。種あるから。はい、種1個。えい取って。まあ、とりあえずね、ちょっとね、この家があるじゃん。このね、この家、ちょっと見てほしいんだけど、これまだね、まだちょっと開発、まだ建設途中なのよ。もう結構時間経ってるけど、まだ見て、全然完成してないでしょ。やっぱマイクラの、まあ、匠って呼ばれてるんだけど、マイクラ界のリフォーマーって呼ばれてるんだけど、たまには参考にするのもいいなと思って、ちょっと、おしゃれな家の画像を参考にして、この家を完成させようと思ってね。だから、この家を参考にするよ、今回は。これを、ま、パクる。ま、とりあえず木材がいるから、木材がないな。木材が全然ないから。え、なんか、きっついてきてるんだけど、なんなのこれ、お前、座ってけ、お前、そっから一生動くな。ちょっと、木をね、なるべく大量に持っていくことが、やっぱね、家を建てるのにあたっての最善策なのよ。これはほんと、これはマジで、これは学んだ。OK、でも夜だからちょっと一旦帰ろう。お前はそこにずっといる、お前は。なんなのこいつは。こいつってペット仲間にできないの？待って、どうやってさ、仲間にするのこの、こいつ何これ、猫？まあいいや。今、木材が約15個ある。これ絶対足りないじゃん。これ絶対足りないでしょ。お前何やねん。なんでこいつ湧いてんの？クリープ！どっか行けよ、お前、爆発を許さんぞ、お前。よし、オッケー。待って、昨日のシェンロン、まだいるんだけど。よし、オッケー。もう60個ってやばくない？原木。原木60個を取った人なんかなかなかいない、人生で。そんないないでしょ。そんな人見たことないもん。原木60個も取った人なんかいないでしょ、人生で。お前はそこにずっといるの、マジで。待って、犬がさ、上に座ってる。待ってよ。これ作るじゃん、ハサミを。ちょ、このね、葉っぱでやろうと思ってたんだけど、葉っぱやっぱダサいわ。葉っぱちょっとね、ダサいってことに気づいたら全部ちょっと狩る。
オッケーオッケー。で、これで、ま、お前、何やってる、なんか、まあ、これは残しとこう。とりあえず、やっぱこの白樺も使っていきたいのよ。マイクラのね、やっぱね、才能、建築したから。やっぱマイクラの建築を理解してるから。やっぱこれをまず原木をやっぱね、端っこにこうやって置いていきたいのよ。こうすることによってね、ちょっとした色の違いがね、生まれるのよ。これこうすることによって。これまあ真似してもいいんだけど、結構ね、難しい。これを真似するのは意外と難しいのよ。簡単そうに見えて。これで、まあ、2階建てにしたいから、とりあえず。まあ、これぐらいでいいか。もう一個高くいって、で、多くの、これで囲むわけよ。こうすることによって、色の違いがね、生まれると。これがね、重要なのよ。あ、これもちょっとやって、これもちょっとやって、こういうことよ。こういうことよ。これで、シェンロン邪魔だな。シェンロンもうアートだな。シェンロンもう犬もペットも飾りとするのよ。壁の一部とする。そうすることによってかつてないね、個性的な家が生まれるわけ。やべ、シェンロンそこ邪魔だな、お前。そこ上がって、これシェンロンちょっと押すと。そこ行き、もうちょっといける?そっち。もうちょっといける?もうちょっとこっち行ける?そう、もうちょ、そう。これで、こういうことよ。おい、このダイヤモンドのピッキー。なんだこいつ。こういうことによって、もう壁の一部となることによ。これがもうこれこそね、やっぱ新しい才能。そうそう、床もちょっと工夫したいことがあって、この白樺の原木をね、これ使うことによって、こうやってやることによって、これわかる?この色の違いが生まれるわけよ。これこういう感じで置いていくことによってね。もうこれ普通の床が嫌だから俺は。俺もそこまでの領域に来てんだよ。そのね、前建築を長年やってるともう普通の床が嫌になってくるから、こんな感じでちょっとチョコっぽくね、あえて食欲をそそる床にするわけよ。これが大事。待って、これ、色が一緒になっちゃう。まあ、いや、これ、ここはまあこれでいいや。いや、これで、もうめんどくさいな。もうめんどくさいから、とりあえずもうないから、しょうがない。あの、材料がないときはもう、その場のね、手持ちの材料で補う。これが大事だから。で、ここも埋めて、やべ。オッケー。もうめんどくさいな、これ。いちいちやんの。これで、待って、ちょっと待って、いいほら見て、屋根がほら、もうおしゃれなのよ、屋根が。もう床と屋根兼用だから、この家。だからもうこんな感じで、ほら、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん、これ。おい、こいつ邪魔だな。お前どけ、はい。これで、この中にシェンロンいるんで、確か。そう、シェンロンがいるから。ペットもアート化するね、匠と呼ばれてたからね。このガラスを使うことによって、さらなる領域へと行けるわけよ。待って。これで、で、こうすることによって、なんでここ穴開いてんの?これ埋めとこう。一応埋めとこう。一応ね。これも。木材足りるこれ。これ足りないでしょ、絶対。まあいいや。とりあえず早く、夜になると、あいつらが湧くから、あの、やばい奴らが。頭おかしい奴ら湧くから。とりあえず、なんでこいつ。オッケー、急げ。いい感じじゃない?でも木材がもうない。まあいいや、もうめんどくさい。これを使うことによって、さらなる味が出るわけよ。モダン風なハウスへと変わるわけよ。この葉っぱを使うことによってね。オッケー、いいか、屋根がちょっとめんどくさいな。松明も置いていきたい。まず、こことかに。こういう感じで、置いて明るくするわけ、家をね。明るくと。ま、松明で燃えないよね。これ置ける?置けないの?最悪じゃん。なにこれ?まあいいや。めっちゃいるんだけど、犬が。もう、想像以上に犬がいるだって、オッケー。いいね。いい感じじゃない?え?ちょっと、で、ちょっとベッドを移そう。このキングサイズベッドをね、この村の王専用のキングサイズベッドも、上に持ってくるわけよ。2階のこのベッドルームにね。これで、これね、もう村人のベッドと一緒に寝たくないから、村人と寝ると、臭いから、あいつら臭いから、ほんと一緒に寝たくないのよ。あとは屋根だ。屋根はさすがに、あ、これだね。屋根はこれ。この木材で作りたい。待って。いるんだけど。What the f- the damage, my guy? これさ、こいつ俺のこと倒せなくない?ここにいたら。倒せないよね。もうこっち来い、お前。エンダーパーリー起こせ。エンダーポーリー起こせ。行くんだけど。なんで。はい、もう無理だから無理だ。オッケー。エンダーボールは。あ、落とした。最高じゃん。めっちゃ湧いてるんだけど。待って、やばい。待って、これ普通に使うわ。早い。見た今の。これよ。行動重視型スタイル。めっちゃ湧いてんだけど。なんでこんな湧いてんの。
やばいんだけど。シェノン、シェノン、ゴー、シェノン、ゴー。シェノン、ゴー。シェノン、シェノン、こっちに寄せてる、シェノン。いるんだけど、またあいつが。こいつ、俺の村人狙ってきてる。やめろ、お前。やめろ、お前。お前らやめろ、お前ら、お前らほんと弱すぎるからね、言っとくけど。お前ら、襲いに来ても絶対勝てないか、俺に。誰してんの？こっちに撃って、こっちに投げてる。あ、これあげる、これ。俺優しいから。あ、俺のペット。これ初めての夜じゃない？キングサイズベ。オッケー。いいね。いいね。やっぱ寝心地もいいのかもしれない。全然わかんないけど。オッケー。とりあえずこれで、あとは、これを使って屋根を作りたいんだけど、やっぱ屋根もね、ちょっと個性的にしていきたいって気分が、なんか燃えてんだけど、あそこで。やっぱりモダン風なハウスだからね。言うても、ちょっとこれ尖らすことによって味が出るのよ、これも。これはね、本当に。尖らすじゃん。こういうことによって味が出ると。真ん中どうだ、これ。こんな感じかな。オッケー。こういうことだ。こういうことだ、多分。オッケー。これで、これ屋根の型取りができたから、こんな感じ？こんな感じで、これであとはこうやってやっていけば、もう余裕のよっちゃんみたいな。でももうこれを、あと、あ、もう最悪、もう！オッケー。まあね、しかも、こういうことよ。これね、ライフを回復するために今の、あえての死ぬことが結構ね、最近増えてきたかもしれない。これもやっぱね、マイクラ何年もやってると、やっぱ食べる食料をゲットするよりもね、効率がいいからね。死んだ方が。IQ5000 オーバーで、今のは。マジで。こういうことにやっていくことによって、ちょっと一味違ったね。家に、オッケー。何やってんの、こいつ。こいつ何やってんの。もうなんで、もう、あ、もうさ、もうやめない？もうめんどくさ。これでも意外にさ、木材が足りない事件が、また起きる可能性があるって42個しかない。オッケー。待って、いい感じじゃない？ちょっとね、なんでここだ？こっちが前だから、煙突みたいなの作りたいのよ。ね？こういう感じで、これよ。これ、煙突的なのを作りの、待ってよ。ここ埋めたいな。ちょっと待って。ここはこっちで植えて、なんなのこれ、どけよ、お前。うわ、最悪。まあいいや、もう最悪。もうしょうがない、これは。もう、木通る暇もないから、あんまり。そんなね、時間を与えられてないのよ。こっちはガラス。こっちの方がね、なんか、裏の方が正面より景色が、ほら、景色めっちゃ綺麗じゃん、これ。めっちゃ綺麗な景色じゃないこれ。頼む。足りてくれ。頼む。え、なんか、もう一個足りない。オッケー。これで、もうこれで結構完成なんだけど、また松明置いて、これで、いい感じじゃない？ちょっと。でもちょっと暗いな。ちょっと気持ち暗いから。そういう時はこれ。これなんか、なんで持ってるかわかんないけど、このシャレたね。シュラーライト。ほら。やばくない？これも置くことによって、こういうとこに。こういうことよ。これで完成よ。見てみる。まず正面から。まず正面からね。まず正面からは、こんな感じ。いいね。まあまあじゃない？結構写真っぽくはなってるでしょ。これ結構なってると思うんだけど、あれいいね、あのシェンロンがね。で、後ろの方が、正直正面はまあまあだったけど、後ろからの方が結構いい気はしてる。いや、ボン。結構リアルじゃないこれ。リアルな家っぽくない？ちょっと写真通りっていうか、このね、火に当たりながらも。いい感じだ、これは。これもう満足だ、これは。オッケー。じゃあ、ちょっとこいつらがね、どれだけ貿易良くなったのか、試してみよう。じゃあ、こいつダメだ。エメラルド12個？何これ、砂利。まず大前提として、エメラルドを2個あるんだけど、エメラルド2個で何かと交換できるかっていう話なのよ。これ。エメラルド64個。これさ、絶対やめた方がいいよね。絶対詐欺だよね、これ。で、エメラルドってまずどうやってゲットするの？掘るしかないよね。洞窟行って。で、エメラルド探検と、そういうことか。これ、人参とかでエメラルド1個。やばくない？でも、人参46個で。次は、じゃあエメラルド取りに行くついでに、村人をもっと取ってくる、他の村から。こいつはもう絶対ダメだよ、これ。お前って絶対貿易しないからね。だからそういうことだ。オッケー。だから、エメラルドプラス村人を連れ込んでくる新しい奴らを。はい。まあ、次回はそんな感じになる、多分。わかんないけど。